どうもこんにちは。今回はチャンピオンズリーグ1920で使用されているボールを本物とレプリカの比較をやっていきたいと思います。これが本物で1万8000円ぐらい実際に使われているボール。これがそのコピー品で Amazon で2000円で購入したものになります。で、まずこのレプリカなんですけど、まあ、もちろんコピー品でアディダスじゃないのでまずマークがありません。このチャンピオンズリーグのマークも本物には入っていて、この FIFA マーク、 FIFA クオリティ偽物にはありません。次、バウンドテスト。このコピー品の方が表面の皮が柔らかいので、地面にバウンドさせた時にクッション性があってバウンドが本物よりも低くなります。バスケットボールとバレーボール、ちょっとこっち硬くて反発性がある。こっちはやっぱ吸収されるので多分無回転とかになりやすい、蹴りやすいっていうかなりやすくなっちゃうかな。じゃあ実際蹴っていきたいと思います。じゃあ早速蹴っていきます。まずはレプリカの方から蹴っていこうと思います。やっぱりちょっとクッション性があってあまり距離が出るって感じではないですね。蹴ってみてね、やっぱ公式球の方がボールのキック精度が安定して、重心が多分安定してるよね、こちら。まあ、ただ練習用にはこれいいんじゃないですかね。安いし何個かあって、実質6個分ぐらいの値段の差なんで、これ1個で、これ1個で、あー、まあ、ボール取り行くのめんどくさいんで、ね、1回1回練習用ではまあ全然使えます。まあ、あと耐久性がどれぐらい持つのかもちょっと機会があったら見ていきたいと思います。はい、じゃあ今日は以上で。ありがとうございました。ありがとうございました。